皆さんおはようございます。ダーの脈ボーイキングトです。サッカー東京オリンピック世界日本代表のスコア予想全部言います。まず南アフリカ戦は 4-0 で日本が勝ちます。やはり積極性が大事ですね。メキシコ戦とフランス戦は 3-0 で当然日本が勝ちます。すべて無失点で切り抜けて1次リーグ突破してほしいです。はい、やはり身長の高さが全然足りてないです。ハーフナーさえいればね、得点力アップできたんだけどね。はい、やはり高さが全然足りてないですね、日本にとっては。つまり金メダルの可能性はありえます。今の状況を見ればもう強いです。本当に強いです。歴代より強いです。本田圭佑さんでも、大迫勇也選手でも、永井健介選手でも、長友でも、成し得なかったメダルはもう獲得も近づいております。はい、オーバーエイジ枠の招集はちょっと間違いではあるとは思いますが、長友がいた方がいいとは言いたいが、大迫いた方がいいかもしれません、私が監督の場合は。うん、というわけで以上です。バイバイ。